国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成中山大塚古墳は奈良県天理市中山町大塚に所在する古墳時代前期初頭の前方公園墳である大和古墳群の枝群である火曜古墳群に属し国の史跡に指定されている墳球は前方部を南西に向けた前方公園墳で全長約百三十メートル 公園部の計約67メートル、高さ約11.3メートル、三段畜生で公園部北側の噴球裾に扇形に開く、張り出し部分が付属することが確認された。公園部に張り出しが付くということは、すぐ南にある柳本古墳群中の代表的な双方中円墳の串山古墳の噴景につながるのではないかと推定される。 前方部後方東側にも三角形の張り出しが付けられている。前方部と後円部の高さは前方部が低く前方部前面が緩やかに曲線を描いており、出現期前方後円墳の特徴を備えている。また、後円部の張り出し付近から特殊機材の破片が見つかっており、橋墓古墳に次ぐ最古級の前方後円墳であると推定されている。 南側に伸びた尾根を切り取り、その土を公園部の上に積み、前方部も尾根を低く細く削り取って、形を整えたと考えられており、公園部の高さ11.3メートルのうち、墳頂部の4メートル以上は森土であった。しかも森土の仕方は、粘土と砂利を五層に固く積み上げる工夫がなされていた。発掘調査、1977年以来数回に、 渡って実施されてきた。埋葬施設は公園部の中央に長さ7.5メートル、高さ1.4メートルの縦穴式石室が築かれていた。石室の石材は二条三六に算出する奇跡安山岩であり、上部は持ち送りにしてすぼめるなどの工夫を凝らしている。つぶ手式や木管を設置する機台などは確認されておらず、内部構造は比較的簡素なものとなっている。 石室の中からは、先竹形木管が確認された。噴球の最下段に、幅6メートル、高さ1メートルの平坦面が作られ、公園部の北西から、首レブにかけて、豪の跡が見られた。古墳は、大和神社の所有地内にあり、前方部の南側には、噴球の一部を削って、境外接者のお旅所座神社が作られている。2014年10月6日の麦古墳。 ゲイケヤマ古墳と共に、ヤマト古墳群として、国の史跡に指定された。ありがとうございます。